私はね、比嘉女森生と申します。14歳から始めまして、正式に、宮井長順先生の流祖の宮井長順先生のお弟子さんである直系の宮井愛院先生、この方から、この方に指導を受けたのがちょうど16歳、あれこれ54年間になりますかね、まあ、現在70歳ですけども、ずっとその先生の下で、空手の指導を受けました。で、空手はね、空手を続けるとやはり例えばあの特に50というのは非常に、はい、強くこうやりますよね、はい、でそれから銃もその投げ技、逆技、銃も動きも銃もあるし、また五は強さ、速さ、それから十は柔らかさ、こう そういう動きと呼吸を調和とると素晴らしい空手ができるし、また精神的にね、激しい稽古をすれば精神的に自分のコントロールできます。だから空手もともとは相手に勝つためじゃ、自分に勝つためなんです。そうすると健康につながるし、相手との和もできるし、精神的にも強くなります。例えば単純な突きでもね、あれこの単純ですね、面白くない、でも毎日続けることによって体が強くなると、なるし、この単純なことを続けるほど精神面が強くなる。それで自分の心もコントロールできます。人間ですから怒りもある、悲しみもある、その中でね、自分のコントロール、心をコントロールすればね、輪につながります。相手も尊敬できるしね。まず一番大事なことは礼ですね。相手に礼儀さをきちんとやって、相手を尊敬する、それがどこの国行ってもね、輪につながります。これが空手道です。空手道 is my life。 これが型です。だから型を大事にしてます。型が切れば根っこですよね。根っこあれば枝葉も組みたり、シェアり、猫神座り、いろいろこうたくさんの応用ができる。型が中心になります。空手の型というのは一人で空間の中で、はい、5時間やるってなかなか難しいことですよ。自分に打ち勝たないとできない、相手に言えばね、相手の攻防によって組み合わせできますけど、組とも大変ですよね。叩かれる、流れる。だから空手の型というのは自分に明日相手を倒すためじゃなくて、自分に勝つためにある。大きな病気したことない。膝だけね、たくさん蹴りして、それだけ痛めたのか。あと何も病気したことない、うん、あと手とかは手を壊した。壊したらこれ一つ折ったことある。でもこれ機械棒自分出していく、うん、落ちてそれで折ったことある。空手で怪我したことない。でもまたした、オートバイ、モートバイ、私アクシデント、ちょっと飛ばされて、でも痛い、もう病院は行くでしょ。でもすぐ空手行ったらどうじゃ。だからこれ怪我してもね、私怪我じゃあどうすればいい、考える。でもこれは考えない、じゃあどうすれば治るね。あと周りの筋肉だし、どうして強くする、そう医者から習って、じゃあこの周りの筋肉強くしようと。だから怪我してもがっかりはしない。今はどうすればいいかと、手があるしね、手を打ったら今度別のことをやるし、それにあまりこだわらない。これこだわるとストレスになるからね。それからストレスは人間の一番の敵、これ病気を起こす。だからできるだけストレスないように、例えば膝やっても、ああどうしてどうするの、じゃあうまくお付き合いする。私小さい時はね、人と話もできないし、目見ることもできないしね。だから小学、中学、高校までは人と話もできなかった、しなかった。で空手やってるうちに自然と人との接触、出会い、それで空手やってるうちに人との出会いがあるから話もできたしね、ああ空手素晴らしいなと思った。だから今まで来れたんですよ。たくさんピープルでしょだから話できなかったでね、本も読むことできなかった。読みなさい、恥ずかしい、先生読みなさい、読めない、まあ、遊ぶだけ。
で、空手のおかげで少し勉強もしたし、まあ、金沢先生と同じ拓殖大学も行ったし、空手道はね、今ずっと続けられたことは、私はね、今非常に皆さん感謝してる。まず両親、お父さんから感謝してます。それ自分の先生に感謝してます。それから兄弟、その身の回りで、お弟子さんにも、それからこの周りの方々、みんな尊敬してます、今。で、というのは空手続けられることはみんなのおかげですよ。みんなのおかげ。今で空手やれたことはね、今も皆さんにありがとう。どこ行っても稽古できる。パークでパークですし、ホテルの中だったらカーテンついてるしね。エアパンチングだから、カーテンで何やってる？カーテンついても、カーテン柔らかいでしょ。で、つけるとスピードが出る。柔らかい、パン、スピードだよ、パン、ね、スピードだ。カーテン柔らかいでしょ、柔らかい。で、手応え、負けら、うーだ、手応えでしょ。だから、もっとスピード出ないと手応えがない。柔らかいのネットだったらもっと早く出る。早く出す意識する。薄い傷のネットはもっとスピードで出さんというか。最初、新聞紙を私は下げて練習した。新聞。柔らかいからもっと早く出る様子。もう早く打たす練習。時々ビーチ行った時はこれだけして蹴る練習。足上がらんから、足の練習。三振練習。丹田呼吸。で、胸式。胸式ね。腹式。丹田呼吸。本当の空手は丹田呼吸。これは医学的な面。腹式ヘルシー。ダイナフラグ、動くから横隔膜。丹田は本当の内面からのパワーと外のパワー、一致線というか、一致する。引体のパワーと中からの力と動き。これ一致線というか。だから気合は大事ですね。気合実と言って、もう本当に気合大きい声、タッ、もう、ハッ、出る。だから、ホテル行っても稽古できるし、パーク行っても稽古し、どこ行っても稽古できる。これは道場です。道場だけは道場じゃない。稽古はどこでもいい。エアプレーンでは、呼吸、丹田呼吸練習してるし、どこでも稽古ですよ。それが空手道です。ホールライフだから、どこ行っても稽古できる。この椅子座っても手だけこうできるしね。こう、これ手だけでも稽古できるしね。それから空手道。食べ物大事ですよね。やはり、炭水化物、タンパク質ね、そういう非常に大事です。だからやはり今飲んでるのは、ね、ビタミン C とかね、ビタミン剤もそれで足りない分補給するように、できるだけビタミンを少し食べる。だから体も大事なんだけど、あと睡眠、一番大事な睡眠と食べ物、それがないとね、もう、食べ物も今最近、昔は肉、豚肉、沖縄の肉、魚好きでね、今はもう少し肉をして、時々魚、野菜中心に。私、魚好きだったからね。特に沖縄でグルクンっていう、こう、白い魚、骨まで食べるように。で、カルシウムもあるし、で、ミルクとかね、野菜、特に好きだった。特に豚肉大好きだったけどね。最近豚肉あんまり、それから豚の足、目にゼラチンあるでしょ。で、空手の人は、この豚の足はゼラチンあるから、足にいいということで、よく毎日食べたことある。で、まあ、年70だったから少しよした。サムタイム食べるけど、時々。空手道のね、世界の人口5000万、6000万って言われてますから、これだけ空手がね、世界、それで普及すれば、当然、オリンピックにも入るかもしれないし、当然だし、で、世界の若い青少年の次の世代のためにも、ぜひ、そう、五代の宗家がね、一つになって、それをもっともっとこう、世界に呼びかければね、多分、空手が、もっと広く、世界に隅々までね、青少年、健康のための、肉体的にもね、精神でも強くなると思うし、我々もそれに対して、次の世代、若い人のためにね、努力したいと思っております。要するに、三次元、動きは単純なんですよ。はい。全身を意識せんといけないんですね。
例えばこの足のこの足の裏から、はい、この足の裏に吸い付くように指広げてね、はい、これ密着ってのは密着こぼしてね、あで膝締めてね、うん、この足首、うん、その木ルーツアンデグラウンドアンデグラウンド意識する、要するに下の方意識するでね、うん、それで肛門締めて単に巻きつけるよ、うん、で下だから上中間、うん、1233チンですね、はい、で下段中段で中段丹田、それから胸張る、だから上中下をしっかりしないといけないんですね。で全身意識するから引く場合でもね、例えばみんな拳だけ意識する、しか引くのはルーツはね足とカッパ筋ですよ、ガーッと引くカッパ筋、ここで引くのね、はい、ここが緩むと肩上がる、だから肩締めがすごい、だからこれあの体力だけの面と精神的な面で毎日叩くよね、叩く、だから組手しても蹴られてるとありがとう、参事したらありがとう、要するに感謝の心、絶対だから組手しても蹴られても殴れても全然カットしないように、そういう精神面鍛える、殴られてもすごい、だからだんだん赤くになって、だからここのように同じぐらいになるんですよ、毎日やると一月で、あと時加わるとね血が出る場合もある、でもね、うん、寺内君この叩いたところはね赤くなるのはいい血じゃないんですよ、あそう悪い血時々で大きな漢方薬つければね、はい、痛いところでも時々叩いていこう、でねこの悪い血出るでしょ、うん、漢方塗るとでしょ、うん、いくらゆあの良くなる、だから叩くね、あれ悪い血が起きてるんですよ、すごい。で、頸動脈、うん、こっち遠い方。だから沖縄チンクチカキっていうのよ。技決めた瞬間の関節を固める、こう固める。チンクチの関節と天丼マス、はい、こう瞬間決めた時の状態。チンクチっていうの、はい。決めた時の瞬間でチンクチ。でチンクチかかってないと上から。ああ弱いということ。いやすごい。であとは無表情だなんていうんだけどね、うん。もちろん最初から力こうなるけど。そう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 、それも。ね、本当は叩かれてもあれされても、うん、本当無表情。重くみでしても叩けられても、うん、無表情だなんて。痛くても我慢する。はい。だから三振やる。すごい。我々昔カットになったけど。蹴られてましてカットでまた吹き出て。またそれ良くないのね、蹴られてもね無表情で下がらないだという精神的な意味があるんですね、体力とけ面で、もっともう一つはね一番大事なことは三鎮というのは呼吸ですよね、で四肢炎と一体となるというか四肢炎と調和というかね、要するに武道はね空手はね空手は四肢炎と一つならない一体となると、だから三鎮横は外であるんですね、室内でやらない、普通は外で、で呼吸法、丹田呼吸法、丹田というのは最初は鼻を吸って口から吐く、うん、で吐くときはね、ここへ吐くけど中へ吐くんですよ、丹田に、丹田に吐く、ここだけ意識したらこう緩む、はい、ってこと呼吸を外に出す、出さない、出さない、いや、医学的に出してるけど、うん、意識は丹田に吐く、吸う、吐く、ここだけは丹田に吐く、だから丹田から要するに気合でもね、ここから丹田からね、沖縄方言ヤギという、ヤギ弓矢の矢、声ヤギ、矢の声、まあ日本語で気合というけど、本当の矢のごとく内面からの力、外からの力一つならんという、で気合と外の技一つならんという、だから内面も呼吸法で内面鍛える、それに臓器の活動を循環よくする、外はだから丹田によってね負けがついたり外を鍛える、だから内向外向、それで、バランスある体って、それは上段中段下段、1233鎮、三鎮といろいろ意味が、三鎮戦争戦う戦で、もう一つは三鎮正しいという字を書く、もう一つは三鎮
すり、三、一、二、三、草冠に前後の前、あの草冠に前後の前、これは一つ弓矢の矢を意味する弓の先、はい、3つ の, あの意味が比嘉の官僚先生、私の先生の先生、5年間3日5年間毎日5年間何も教えない方、普通の人は3年ですよ、昔の三鎮で戦前三鎮でも終わった時は、あとは組手して鍛錬したり約束組手、三鎮それだけ大事にした昔はね、今競技やってからほら、ね、三鎮あれしてすぐ指定があって精いっぱいやって得意方だけど、本当は三鎮やらんと本当の方出てこないというのね、味が味っていうかね、ただ動きでもね、なんていうかな、三鎮やらないとね、妙味というかな、三鎮やのスーパールンペのね、本当のこの味、沖縄の方言でね、無知点という、無知点、こう無知点って言ったらこう糸をチッキッと決めて、あの手がすぐ普通壊れると、無駄な動きしない、これでもね、無駄な動きしない、もちろんあの突き技でも受け技でもたくさん応用ある、基本的な方は無駄な動きしない、でまだ満足で今できないけどもね。